この夏、メアリと魔女の花のスタジオポノックが送る新プロジェクトが始動。それは三つの奇跡の物語。川へ消えた父を探して、小さなカニの兄弟は生まれて初めての旅に出た。カニの兄弟の大冒険ファンタジー。米林弘正監督、カニーニとカニーノ。トトーメジャーデビュー。野球好きの少年シュンの唯一の敵は卵だった。なんで答えがかへんねん。分かっとるよ。でもシャクじゃん。母と少年の命のドラマ。百瀬義行監督、サムライエッグ。いつか絶対卵食べちゃりや。お前さん、こんなところで何してる？都会の隅で暮らす彼は誰にも見えない透明人間。たった一人の戦いをスペクタクルアクションで見せる。山下明彦監督、透明人間。僕のことが。この夏、三つの愛と感動のエンターテイメント。小さな英雄、カニと卵と透明人間。